んだけ叩いときゃもう復活しねえじゃねえか。あんだけ叩いさっき自分で討伐隊も苦労しないって言ってたのに。凪節を祝うのはまだ早そうね。でも気づいたらもう夕方になってるのね。親父の機械って肝心な時に故障すんだよね。まったく困ったもんだ。これで終わるとは思えんな。ねえ、またユーナは上の方に行っちゃったのかな。ん、キマリ。シンは生きている。キマリにはわかる。キマリは何やってんの。ユーナを追いかけなきゃ。いなくなっちゃったよ。いた。ジェクトさん、苦しいのかな。終わらせよう。早く。祈り子も協力してくれるっていうしさ。あの言い方気になるんだ。ん？ずっと一緒に戦ってくれてたのに今になって協力するなんて。まあな。あ、シンが復活するのはエボンジュが召喚獣に乗り移るからだよね。私が召喚したらきっとエボンジュは乗り移ってくる。それは小さなシンだよね。あ、それなら究極召喚じゃなくても倒せるかも。倒してもまたエボンジュが乗り移るよ。そうなったらまた倒す。最後にはエボンジュは行き場をなくしてさ。やらなくちゃならないんだよね。そうだな。ほら、祈り子も疲れたって言ってたしさ、休ませてやろうよ。祈り子様、夢見ることをやめるって言ってた。夢は消えるって言ってた。どういう意味かな。ねえ、エボンジュは真の中で何を召喚しているのかな。祈り子の夢。君は消えないよね。ユーナンたち、どこにいるの。シーンを見て。おお、動いた。うお、羽が飛んだ。何なんだ。うわ、止まった。ベベルのてっぺんで止まったぞ。待ってんのかな。ジェクトは待っているようだな。俺たちどうすりゃいいんだ。言っとく、もう援護はできねえぞ。もうどうもこうもないだろ。正面から行く。よし、奴の口の正面につけろ。ちっとでもずれたらその髪の毛むしってやるからな。痛い。任せろ、俺に送ってやる。間違いないっす。また看板から飛び移ろう。いっそ二人だけで行く。さあ行くか。目とかあんのかな、こいつ。上になんか乗ってた。行くぞ。おう、待ってろよ、親父。さあ行こうか。今度は真正面からシンと戦うわけだね。引き寄せられてる。やばいやばいやばい。
なんかオーバードライブゲージみたいなのがあるけど、これは口が完全に開く前にとどめをさせ、14万、マジか。これ多分攻撃当たんねえだろうな。ほら遠いわな。で品質がで素早さ上げの、おお、これはもう当たるんじゃないか。スタンダが打ち込め、あーちょっと距離あるかこれ。あ、距離あるな全然。うん、どうすっかな。リュック、しょうがないからもうマスギに頼ろう。ほーい、ドーン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 。これでも3000ぐらい効いてるからね、いいよね。でルールのサンタがルールとリュックだけが頼みだな。寄せられる、うわ近いこんにちはって感じだな。ちょっとリュックは取っておこう、そのまま使い続けよう。これならもう多分攻撃が当たるはずだから、輪っか切り替えようか。何何何、おい、なんか来たよ、なんか来た。特に異常状態に なってないよね。なんかなってんのかな、待って、あ石化か、マジか。あーリュックに任せよ。でここはおい、リュックのアルベド回復薬で石化も直し HP も回復、うまいうまいですぜ。魔石よかった、これガガゼトさんのさ洞窟でいっぱい盗んでたからよかったわ。こんなところで使う時が来るとは。じゃあちょっと経験値が欲しいからキマリも戦わせようと言っても、そんな火力がないのですぐチェンジしちゃうけど。でユーナは多分後でまた来るからリュックにしとこう。で魔石、はい、こんなにねアイテムを活用すると思ってなかったけど、もう一丁来るか。石化にはなってないね。何かしらの異常状態をやってくるのかな。サンダが、ほい、でリュックのオーバードライブが溜まってから行きたいんだけど口が開いた、まずいまずいまずい。調合でこれどうなるかな。フラッシュフラット、おうおうおお、おいおい、6回か、おい、ちょっと火力が足りないか。あれかヘイスガの効果もなくなってんのか、そういうことかな。8万9000かきついな。オーバードライブが来ちゃうなこれ。その前に召喚する、召喚して逃げるってのも一つの手だけど、こればっかりはきついもんな。あ、ゾンビですか。じゃあ先生買っといてよかった、暗闇だと思った。じゃあ切りだ。あ、くそ、効かね。ほい。もうちょいで溜まっちゃうかな。どうするかね、6万7000でしょ。ちょっとじゃあ、ここは祈り子様にお願いしよう。大丈夫か、所領地がひどいぞ。オーバードライブをね、あわよくば受けてもらおう。多分あと1、2ターンで来ると思うんだよね。そのタイミングを見計らって
守るを使ってなんとか攻撃を避けたい。さあ行こう。あと何なんだろうね。バハムートがこんなちっちゃく見えるもんね。おい、まあまあ食らう。あ、やべ、溜まっちまった。やばいやばいやばい。あーあーあーあああ、ちょっと待って、様子見る。これなんか来んのかな。ギガグラビドン、なんだそれ。わう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 、即死じゃないよね。グラビデ系の魔法だったらバモル使っててもダメか。何？うわ、即死だ。あ、これでもダメなんだ。召喚獣使っててもダメなんですか。あれ、まあ、え、あれに勝てっていうこと？結構ハードル高えぞ。マジか。
よし、終わった。さすがの無言プレイだぜ。これぞ本気よ。まあだいぶご利用した感があるけどね。ここはまあしょうがない。空艇ごと入っちゃうんだね。今ので分かったかな。今のだけで分かったかな。目しか映ってなかったしね。まあでも血管っぽいものが見えたから。親父、どこにいる？こちらから出向くしかあるまい。前進あるの。案内は任せてくれ。任せるよ。行こう。さあ行こう。こっからはナビマップというか、まあ右上の地図を自分で作んなければいけないんですね。真の体内ですね、ここが。で、敵も普通にもちろん出てくると。一体一体が重いぞ。さすがだな。で、だいぶ経験値手に入んな。いいね、盛り上がってきたね。さすがにね、ラストダンジョンはね、一筋縄じゃいかないよね。で、少しずつみんながコンプリートしきれてるので、だいぶね、2人目のルートに行ってるキャラクターもいるんですけど、リュックがね、一応ね、よいしょ、自分のルートは全部終わったので、今はユーナルートの方に入りました。で、まあそうだね、回復系が2人いるに越したことないのでね、そっちの方に回します。で、相変わらず決まりはティーダルートにいると。よし、よいしょ。まあ最後くらいはね、ちゃんとというと変だけど、こういうね、途中過程も皆さんにお伝えしようかなと思います。ここにもね、微妙にね、宝箱があったりするんだよね。全滅しました一回。もうラストダンジョンで全滅とか、また同じこのね、スフィア版の移動をお見せしなければいけないという、もう全くもって同じ姿を見せるとは思いもしなかったけど、もうなんで最後までこうかな。本当にいいとこなしだよね。名場面あったか今回の実況シリーズで。もう死んでばっかだな。テンってそんなに全滅するイメージないんだけどな。なんとか倒せるってレベルだな。極端に苦労するわけじゃないけど、ちょっと全滅が怖いね。さあ、意外と苦戦するな。やべえな、スピードスピアがなくなるぞ。リュックじゃん、こっちで、キマリがこっち、あとはないかな。一回一回のダメージ量が多いな。 OK、 とりあえずゴール地点を目指すか。先に宝箱ももちろん重要なんだけど、ここで経験値を稼いとかないとまずいことになりそうな気がする。
ラスボスはね、そんなに数はないんですけど、やっぱ強さがあるんでね、こっちも体力とか上げとかないと。常にアーロンさんを兵室にかけておかないと心配でしょうがない。違う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 、そっちじゃない。このね、スフィア版のね、移動がね、結構難しいんだよね、十字でやろうとすると。今更だけどさ。で、アーロンは上だね。よし、ルイルイもここまで来れたね。スピードスフィアがなくなりました。さあピンチです。輪っかルートに行く方、そしてティーダルートに行く方をご注意ください。ほらもう早速ないよ。そう、ストップしちゃうんだよな。ユーナもあともちょっと、もうちょっとだね。よし、スピードスフィアは誰からもらえるんだ。ちょっと敵のね、落とすスフィアにも注目しながら進んでいかないと。スフィアがこれから足りなくなっちゃうからね。まだまだ遠いな。くそー、パワー系しかいないのか、ここのダンジョンには。ダンジョン？マップ？わかんないな。耐えないっていうからさなんて言ってるいいのかわかんないけど、どんだけシンは食い散らかしたんだろうね、そこら辺のモンスターを。スピードスフィアがなくなる。敵周りも使えないね。でユーナのところにもあるんだよね。困ったな。スピード不足だ、スピード不足。飛ばすしかないかな。ちょっと残念だけど。アイテム生成ってなかったっけ、なんか作れたんだったっけ。8の時みたいにさ、カードから作れないかな。やっと手に入った、やっと手には入ったけど、誰に使うかだね。1個だったからな。ルールはまだこの先に行かなきゃいけないんだよね。ちょっと遠回りしてたからね。どうすっかな、ブックにするか。で、輪っかはこっち。もう毎回回復しなきゃいけないな。受けるダメージ量がめんどくさいな。で、こっちか。異常状態系がめんどくせえな。天はね、防ぎにくいからね、異常状態が。でもスピードスフィアが手に入るから戦わないわけにはいかない。アビリティと、やっとホーリーを覚えた、やったね。で、キマリがスピードスフィアやっと1個使えるね。よかったね、キマリくん。よかったよかった。で、あとはないかな。で、あ、そうだ、ユーナの MP がなくなってたんだな。やっぱ回復役が1人しかいないって結構きついんだよね。アビリティユーナのほいほい。で、こっちかな。あ、そっか、使うの忘れてた。アビリティクイックトリック覚えた。さて、ティーダーどうすっかな。ティーダもユーナルートに行くか。火力が欲しいよね。アーロンルートに行くかって言っても、そう簡単にアーロンルートって行けなかった気がするんだけど、こっか。ああ、そうか、アーロンがティーダのとこに来てるから逆に逆回りできるか。じゃあここでリターンスフィアというなんとも便利なスフィアを使おうじゃないか。で、どこだどこだ、アーロンさんはどこだ。ここか。あ、発動したところじゃないとダメなんだね。じゃあどこが近い。1、2、3よりはここだね。
よーし、いいぞ。で、アーロンルート。って言っても、ねえ、逆走するだけなんだけど。で、ルー姉さんはどこまで戻れる？ここまで戻れるね。で、あとのメンツは、スピードスフィアあるよ。よし。あとはスピードスフィアで困ってんの。あ、お前か。はい。よし。で、結構ダメージ食らってるから。回復させーの。ちょっとティーダを育てた方がいいね。アーロンルートに入ったばっかりだけど。それで攻撃力と HP を上げよう。HP がないからね、この主人公は。キングベヒーモスには挑まない。素直に逃げるのが賢明というものよ。もう少しでゴールだぞ。もう少しで遠くの方にね、セーブポイントが見えるからゴールですね。ほい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 。よし、あそこだぞ。どう、あれ、こっちか。くそ、遠回りさせるな。で、セーブ。